ともゆたです。本日はちょっと軽量化です。運転席以外の、ウィンドウ窓はポリカーボネートで軽量化されていて、まあカーボンドアなんですけど、で窓ももうはめ殺しにしていて、開け閉めできない、モーターを取っ払って軽量化してます。で運転席が何も手つかずで、で運転席ってカーボンドア売ってないんですよ。でちょっとでも軽量化したいなっていうので、窓をポリカーにして、モーターも取って、で内張りも外して軽量化です。で今ついてるカーボンドアとポリカはもうそのままのものをいただいたんで、自分で切ったりとかしてないんですよね。なんで今回はちょっとポリカ買ってきたんで、まあ、窓のサイズに切断してちょっと自分でやってみようかという感じです。はい、今はね普通にもうこんな感じです。窓で内張りもまだついてる状態ではあるんで、これを軽量化していきます。で買ってきたポリカがこんな感じ。今ね保護フィルムが青いのが貼ってあるんですけど、ちゃんと透明のやつです。まずドアを外していくんですけど、このブチルたちをね取っちゃいましょう。でブチル取って、でまあドアの外し方、多分前にも動画出したんでご存知の方多いとは思うんですけど、ここですね、4箇所とあとここを外せばもうスパッと取れます。ただここ配線残るんで、ここは外さないとダメです、中から。はい、外れました。まず窓を取るんで、まあ、このモーターと窓のこのガイドみたいの取ります。これでねガラス取れたんで、ちょっと縁取り書いて、とりあえず大まかに切って、その後ちょっと削って調整した方がいいのかなっていう感じです。ちょっとやったことないから怖いな。切り終わったんだけど、まあ意外とちゃんと切れてるけど、これ湾曲曲げていくのは結構難しそうだね。そんな気がする。とりあえずまっすぐ切ってみて。でこれとか切りにくいよね、
ここでこう切断しちゃったら片側しかこう両方に間にかけられないから、とりあえずまあ行けるとこまで行ってみるか。作業用のメガネがなかった。今ね、とりあえず大窓の方は切り終わって、一応湾曲はね、無理やりこう曲げながら行けましたね、なんとか。ちょっと向こう側が結構余りすぎたんで切るところ、こっちはもうぴったり。上がねちょっと修正が必要かも。ちょっとやっぱりだいぶサイズが大きかったの でここがやっぱ線通り切れてないんで、あとこれがこんだけ余ってるんで、もうちょっと切ってきます。削り終わって、これ見て、サイズぴったり、サイズ超絶ぴったり。こっちはね、微妙に大きくしてある、わざとっちゃわざとだけど、ちょっと取るとき緩かったんで、はい、こんな感じで。ちょっとね、取り付けもそうなんですけど、その前に重量がどれぐらい変わったか測りたいと思います。0.35。 大窓 3.3kg、 3.3。 これは0だ、0。重さに入んないけど、重さに入んないぐらい軽いな、これ。じゃあ大窓の方は、おっ、 0.70 で、これも入れても重さになんないから 0.7 ってことは、3.3 だから、3.3 引く 0.7 は2.6? 2.6kg の軽量化に成功しました。あ、違うよ、窓だけで 2.6 だから、で、あとモーター
ーターのグリス触ってモーやってモーター、あれ何これマイナス1キロな、今のが1キロあるんだ。でこのモーターが何キロあるでしょうか。お、 0.95 だからほぼ1キロだね。1キロでってことはモーターと合わせて 3.4 キロ軽量化ですよ。で内張りも今回外すんで、え、重っ、え、結構重いね。これ、これ入ってるけど、え、お、2.85、え、今、なんだっけ、なんつったっけ、あれ、あれがな、これが 0.1 キロで 2.4 と1キロと3.4 キロと2.85、 ちょっとすぐ計算出てこないけど、5キロ以上だよこれ。え、なんつった、 3.4 と 2.85、 3.4 足す計算しよう。すごいわ。5キロ以上軽量化に成功します。よし、じゃあこれをはめちゃいます。さて、つくかな。ほら、綺麗でしょ、これ。これ下からはめた方がいいよね、絶対。深い方から。そらそうだ。ぴったりジャストサイズですよ。
かな、こっちは。いや、バッチリ。こっちのこれはどうしようかな。一回そうだ、穴開けなきゃいけないから、一回ちょっと仮付けしてみよう。とりあえず今バッチリついたんですが、どこで止めるかなんですけど、ここの穴とこの辺でこうと、もう一個がこの辺で届けば。この辺、ここだな。じゃあやっぱりここでちょっとこうハの字に引かして、こうだね。それで行きましょう。でステーをちょっとこう曲げて、高さが違うんで、こんな感じでどうでしょう。もうちょっとだな。ですね、こんな感じで止めて、こんな感じになってます。あっちは今ずれてますけど、こういう感じで穴開けてボルトで止めます。はい、穴開け終わって、ちょっと結構キワキワではあるんで、ちょっと強度が心配ですけど、まあポリカなんでね、だいぶ強いですから大丈夫かなと。一応元々の線よりやっぱ多く切っといて正解だったなと思います。はい、よし、じゃあ剥がしていこう。一瞬で傷つくんでね、擦り傷みたいなとか。
穴がちょっとぴったりすぎたな。きつい。きついのは夜だけにしてって言ったじゃん。よし。で最後裏から締めるかな、これ。全ポリカに見えない。まだやっぱ綺麗、新しいからね、傷がないから綺麗に見えんだろうね。ちょっとでも拭くだけでね、結構すぐ傷入るんで、ピントが合わない、ピントが合わない。タオルとかでさっき洗車して拭いただけでもこういうのはあるんで、でもこんな感じです、はい、で中もこんな感じです。ドアもね、やっぱね、ちょっと軽くなった感じすごいある。5キロ以上は軽くなってるからね、はい、という感じで結構簡単なんで、軽量化したい方はぜひちょっとやってみてください。はい、